フレデリック・ジョージ・ポール・ジュニアは、アメリカ合衆国の SF 作家、編集者。ニューヨーク州生まれ。別名は、ジェームズ・マクレーなど多数。マクレー名義では、アイザック・アシモフとの共調がある。少年時代より、ファン活動に参加し、19歳で雑誌の編集を任されるなど、SF 界との関わりは早かった。ファン団体フューチャリアンズでは、アシモフ。 ウォルハイムラと信仰を深める。アシモフの初期短編を自分の雑誌に多数採用して経済的に支えたほか、諸女長編、宇宙の小石もポールが出版社に渡りをつけて出版されたものである。商業誌へのデビュー作は一編の詩で、アメージングストーリーズ1937年10月号にエルトン・アンドルーズ名義で掲載された。初期の代表作は、 CM コーンブルースとの共作、宇宙承認。これはいくつかの大企業に牛耳られた未来社会を描いた長編で風刺 SF の古典となった。また、1959年から1969年にかけて SF 雑誌、ギャラクシー及び IF の編集に携わり、この間に3度のヒュ賞を受賞するほどの名編集者ぶりを発揮している。 またこれらの雑誌で、ラリーニー文や、キースローマーラを育てた。1976年にサイボーグを扱った、マンプラスでネビュラ賞長編小説部門を受賞。その後も、ニューポールと称されるほど一新した作品を続出。この時期の代表作としては他に、ヒーチ年代記が挙げられる。ポールは、数度の結婚経験がある。最新の結婚相手は、 SF ファンであり SF 研究家協会の一員でもあったエリザベス・アンハル。彼女とはアメリカの SF 情報誌、ローカス1984年5月号にベティアンへ頼む、僕と結婚してくれ。フレッドという広告を載せてプロポーズに成功し、レスターデルレーを付き添い人として同年7月に結婚した。1983年夏に来日。 日本 SF 大会時間4にも参加した。2013年9月2日、93歳で死去。その他、短編、アンソロジー等多数。未約作品については、英語版等を参照。ベティアンとは、アメリカの SF 作家、クリス・ネビルの代表作、ベティアンよ帰れの主人公の名前。フレデリック・ポール・ローカス・オンライン2013年9月2日。ありがとうございます。